うん、ここ、どこだ。おーい。誰か、呼んでる。や、あ、お前誰だよ。いきなりだけど、君は多数決って知ってる？あ、そんなの当たり前に、知らねえよ。知らねえのかい。珍しいね。そうか？みんなで何かを決めるときに、一番やりたい人が多かった選択肢を採用する、あれだよ。おや、誰かそこにいるみたいだよ。多数決は大好きだ。多くの人間の意思を取り入れる民主主義のあるべき姿、争いを生まない方法だ。多数決なんて大嫌い。少数派の人間を黙らせるための手段に過ぎない。表に出ない闇を増やすだけだ。あ、なんか小難しい話をしてるね。ちなみに君は青い人と赤い人、どっちの意見に賛成するのかな？うん、難しい質問だな。人数が多いからって正しいとは限らないし、でも正しいからこそ意見が一致するってのもあるし、私は赤かな。あら？あー、死んじゃった。なんで？どうして？でもやったね、君と同じ反対派の方が多かったんだ。いやー、味悪いわ。賛成派は身をもって多数決の恐ろしさを知ったね。だから多数決なんて当てにならないんだ。あれ？これで喜んだら、結局多数決を認めちゃうことになるね。喜んでねえし、後味悪いって言ってんの。なんだか難しいや。うん、何その顔。ほんとだすっげえ顔してるぞ。死ぬと知ってたら投票しなかったって？やれやれ、そんなことじゃこの先進めないよ。そういうゲームなんだから。嫌なゲームだな。不満そうだね。そうだ、そこまで言うなら、次は君の意見と僕の意見で多数決しよう。え？やだよ。それじゃあ、行くよ。いややだって言ってんじゃん。人の話聞けよ。よこれは、おっぱい揉ませろ。の手ですね。違うだろ。いや違うだろ。違うよな。ちょっと迷ってきてるじゃねえか。これなんすか？なんだろ。あれは高校生に用意したマリサ。なんかやばそうじゃね。その人の胸は今ないのです。いやだからおっぱい揉もうとしてたわけじゃねえから。助けられたかな。なんだ寝ちまったのか。変な夢を見てた。なんだ夢落ちかよ。顔が痛い。どんだけ爆睡してんだ。机に突っ伏して寝てたからだ。学校で寝るとかやっちまったな。もうこんな時間、帰らなきゃ。急ごう。帰ってマンマーのカレーを食べましょう。わ、すっかり真っ暗だな。以上。しかもまないたじゃない。お前らはいちいち騒がしいんだよ。なんてこった。まさか巨乳の高校生に用意するなんて。この間だけでも巨乳を堪能するんだな。巨乳巨乳うるさいんだよ。気になるところ。やっとここかな。明かりがついている。警備員さんかもしれない。いつもありがとうございます。巨乳の上にいい子やないかい。一旦巨乳から離れよう。校庭の池だ。そうだよね、わかってた。深夜12時に覗き込むと水面に映った自分が語りかけてくるという噂がある。何それ怖い。ぼっちには換気のスポットかもしれない。は？んなわけないだろ、怖すぎるわ。こうして眺めると、夜の学校は昼と全然違うな。ちょっと怖くなってきたぞ。天気が、ますます暗くなるじゃねえか。こんな暗い道を、帰るのか。マリサラちゃん怖いんですか？名前無理やり感が半端ないぞ。学校の正門だ。ここを通らなきゃ家には帰れない。帰りたく、ない。今夜は帰りたくない。的なあれですか？ちげえよ、怖くて帰りたくないって言ってんの。じゃあ学校に一泊する？それはそれで怖い。もう、マリサラちゃんはわがままで。ちょっと待て。誰かがいる。とえどうするどうするどないする？この肌くれの術しかねえだろ。本当にそれしか選択しなかった？逃げるとか逃げるとかいろいろあるだろ。逃げるしかねえじゃねえか。他には？何してんだ、サラ。マリサの第二の男。いるよ。タズナジョー、同じ学校に通う同級生、何かと一緒にいることが多い。こんな遅くまで部活かー、待ちくたぎれたっつの。まあいい、お前には言いたいことがある。愛の告白だな。言いたいこと？お礼だよ。は？お礼？お礼、なんだったかな。ほら、前に紹介してくれたろ、陽子ちゃん。あ？めっちゃいい子じゃん、感動。そうだろそうだろ、かわいかろう。かわいい。今日なんかドネルケバブを一口で完食だぜ、食いしん坊だよなー。それかわいいのか？ドネルケバブを。デートしてきたのか？くついさっきまでな。お前に自慢したくて学校戻ってきてやったんだぞ。家に帰ればいいのに。おう、目標は出した。帰ろうぜ、マリサラ。まあこれで一人で帰らなくて済んだな。てっきり愛の告白かと思いましたよ。今日とはそういう関係じゃねえっつーの。なんだよなんだよブーブー。それでな、陽子ちゃんと俺はついに。いつまで続くんだろう、この話。聞いてんのか、すげえ進展したんだぞ。めんどくさい男だな、そんなに興奮してキスでもしたのか。バカ言うな。最初のデートでそういうあれは、ケダモノって言うんだぞ。手を繋いだんだよ、とんでもない進展だろ。まあ、俺が速攻に落ちて、引き上げてもらっただけなんだけどな。それ進展じゃねえよ、見た目がチャラい割に奥手だね。はぁ、チャラくねえよ。いや、チャラいっすよ。心外だ、割とマジで嫌だぜ。くそ、中学時代みたいに坊主にするか。悩み始めてしまった。意外と見た目と中身にギャップがあるやつですね。嫌いじゃないですよ。不審者注意の張り紙が貼ってある。ここ不審者が出るんだよな。まあ今日は情もいるし大丈夫か。いつまで立ち止まってるんすか。そろそろ前に進みましょうよ。いやこれはこういうものだから。好きな人と旅行なんてそりゃゆっくり帰りたいよな。だから情とはそういうんじゃないの。私はただこの壁が気になるなって思っただけで。この家の壁はコンクリートかな、こっちは木材かな。そんな気になります？ぼんやりとした街灯が当たりを照らしている。今日も街灯ご苦労様。この時間に帰ることはほとんどなかったから、とても暗く感じる。
どうした？手でも繋いでやろうか。は？あ、じゃあお願いします。いけないんだいけないんだ、おーやーに言ってやろう。あ、どうせご自慢の握力で握りつぶす気だろ。やっぱなしだまりさら。そんな自慢ないけど、まあ冗談で言っただけだし。マジな話、お前、彼氏作れば悩みもなくなるんじゃねえの。マリサラ悩みがあるんですか？寝れてねえんだろ、ストーカーのせいで。ストーカー？だから、いつも一緒に帰ってくれてるのか？は、バカめ、俺は自慢したくてだな。あ、こういうタイプやっぱ嫌いじゃないですね。いつもありがとう。な、何のことやら、まあ勝手に感謝すんなら止めねえけど。ふふ。さて、ぼちぼち行こうぜ。親御さん、遅いと心配しちゃうだろ。あ？こんなん情に惚れる以外ないよな。え、誰か、いる？逃げなきゃ。ジョ、走って。は？いいからとにかく走って。あれが例のストーカーか。マリサラをストーカーなんて物好きもいたもんだな。やかましいよ。は、は、は。は、は。いえ、着いたな。でも、まだ震えが止まらない。あ、アルチューですか？なんでお前はこの状況を理解してないんだよ。だ、大丈夫だ。ここまで来れば安全だって。ジョ、でも、やっぱり怖いよ。怖い。怖いよ、いつか私は。殺されるんじゃ。そんなことさせねえって。そうだぜ、あたいらもいるぜ。ハリセンで戦う気？ジョ？いつでも呼べ、俺を。お前らやっぱできてるとしか思えねえ。ごつい後輩どもと来てやるよ。あたいらも来てやるよ。ふふ、ありがとう。あいつは私を見ていた。そして、何か、喋ろうとしていた。さあ、親御さんが待ってるぞ、マリサラ。あ？なあ、ジョ、帰り。気をつけて帰ろうよ。じゃあ、ジョ、お別れの中を。頭大丈夫？おう？また明日、学校でな。また明日な。さあ、入るか。うん？家の明かりがついてない？え、な。なんで、もう寝たんじゃないんですか？さすがに寝るにはまだ早いだろ。見慣れた玄関のドアだ。鍵が開いている。え、ちょ、なんで？鍵を閉め忘れて居眠りこいちまった的な。いや、さすがに無理があんだろ。ジョーも帰っちまったしな。入るの怖いが、お父さんとお母さんに何かあったのかもしれない。お母さーん。つけまりさらそれは気だ。そうか。暗い。なんで電気がついてないんだ。お母さん、お父さん、帰ってきてないの。お楽しみ中とか。お前本当にピースぞ。観葉植物が倒れている。なんだか家の様子が変だ。荒らされてるみたいだ。泥棒とか？だとしたら気をつけないと。こっちにはトイレがある。今トイレをしてる暇はない。リビングルームだ。普段ならお母さんがテレビでも見ながら待ってるはずだが、あ、もしかしてマリサラへのサプライズとか？ちょっと黙ろうか。奥には両親の部屋に繋がる扉がある。とりあえずリビングから調べるか。こえー。電気がついておらず、真っ暗だ。おかしいよ、誰もいないわけないのに。電気をつけよう。いやでも電気つけて誰かいたらどうする。でも今はそんなこと言ってる場合じゃ。つけてしまえ。嫌な予感がする。嫌な予感がするならなおさらつけるぞ。よし、つけるぞ。なんじゃこれはー。いやいや、それじゃねえだろ。キキキキキキ金髪の女の人が、お母さん。お母さん。お母さん、お母さん。何？何があったっていうの？まあまあまあ、まずは脈を確認。お母さん、しっかりして。呼吸はしている。気を失っているようだ。とりあえずよかった。どうしよう、どうしよう。次は軌道の確保。いや、息はしてるから。鍵が落ちている。自室の鍵を手に入れた。なんで、こんなところに。私の、部屋の鍵、何か見られちゃまずいもんでもあるんですか？そういうことじゃねえだろ。誰かが私の部屋に入ったかもしれないってことだ。な、なんだって。そんな大事な鍵どこに置いておいたんだよ。いや、ちょっとそこら辺の記憶が曖昧だな。それよりもこの状況、どうする？お父さん、そうだ。お父さんを探そう。お母さんそのまま放置してて大丈夫ですか？そうだよな。まずは人工呼吸。落ち着け、マリサラ。え？こいつどうやって入ったの？ジョー？お願い助けて、お母さんが倒れてるの。落ち着け、病院か警察に電話したか。まだ、電話しなきゃ。俺がする、いいからマリサラ、お前はまず冷静になれ。ジョーは電話をかけ始めた。何をやってるんだろう、私は、気が動転している。でも何かしないと、何か。ジョーは合鍵でも持ってるんすか？いや私が鍵を閉め忘れてただけだろ。何でも取ってきたんだ。ジョーの野郎、匂い上がるぜ。ジョーはそんなやつじゃない。鍵がかかっている。さっき拾った鍵。鍵が使われた痕跡があるんだから入るとき注意しろよ。これで開けよう。もしかしたらお父さんがいるのかも。だとしたら鍵がリビングにあるのは不自然だろ。でも、お父さん、お父さんいるの。お母さんが倒れちゃったの。お父さん、どこ？お父さん、いないの。そうだ。電気をつけよう。